ヘルムート・パウル・エミール・ビックは、第二次世界大戦初期に活躍したドイツ空軍のエースパイロット。最終階級は、少佐、白羊付き士鉄十字章受章。戦死が早かったため、撃墜機数の56機は、100機撃墜、200機撃墜のエースを排出した第二次世界大戦を通しての、ドイツ空軍としては目立たない存在となったが、バトル・オブ・ブリテン当時は、 先輩のベルナー・メルダース、アドルフ・ガーランドに匹敵する英雄であり、56機撃墜は、戦死時には、ドイツ空軍のトップだった。マンハイムに生まれ、1936年4月に、空軍に入隊。第2次世界大戦勃発前日の1939年8月31日に、第53戦闘航空団から第2戦闘航空団へ転属となり、 ベルリン防空を担当する大愛飛行隊、第三中隊に配属された。ポーランド侵攻が終わると、JG2 はフランクフルトへ移駐し、同年11月22日に発撃墜を記録。1940年5月に開始された、フランス侵攻では14機を撃墜した。同年7月にバトルオブブリテンが始まると、同月21日に注意に昇進し、 第3中隊長となった。8月24日には20期目の撃墜を果たして、同月27日に、騎士鉄十字章を受章。大尉に昇進して9月9日に、第愛飛行隊の飛行隊長に昇格した。10月5日には41期目を撃墜して、4人目の白洋付騎士鉄十字章受章者となる。同月十九日には少佐に昇進。 第27戦闘航空団司令に任命されたが、ビッグはヘルマンエーリング空軍総司令官に対して会 JG2 に残してもらうよう依頼し、翌日付で JG2 司令となった。急激に撃墜スコアを伸ばして、スピード出世したビッグは、ドイツ空軍で最年少の少佐、戦闘航空団司令であり、メルダース、ガーランドとトップエースの座を争う英雄であった。 しかし11月28日夕方、ワイト島付近におけるスピットファイアとの空戦で一騎、撃墜した直後に被弾して脱出し、会場にパラシュート降下した。ゲーリングは空中と会場で徹底的な捜索を行わせたが、ビッグはそのまま行方不明となり、戦士と認定されて、白洋付け騎士鉄十字小受賞者で最初の戦士者となった。英雄の戦士を恐れた。 空軍上層部はビッグに戦闘飛行を禁じる命令を出したが、その命令が JG 日本部に届いたのはビッグが最後の任務飛行に飛び立った直後だった。ビッグの BF-109E-4。ありがとうございます。